なかなか物騒な予想をされている方がいらっしゃいまして、プレジデントなんですけども、新しく聞くワードだなと。偽装結婚の恐れがあると。30億円新居には移らずに、10億円旧居で一人暮らし、佳子さまが両親との同居を拒否する根本原因、自由を求めて偽装結婚する恐れもあると。ちょっと物騒ですね。佳子さま、9月15日、12000件のコメントがついている記事がありまして、私たちは籠の鳥と、佳子さまが放った肉声、紀子さまとの激しい口論の中身とはと、佳子さま自由恋愛を経たご結婚を望まれているご様子が伺えると、佳子さまは ICU を卒業された2019年3月に文書を発表し、結婚においては当人の気持ちが重要であると考えていますと綴られている。佳子さまの語学友が振り返る。佳子さまは、学生時代から自由闊達な方で、世間知らずな印象はありませんと。本当ですか？時には、気になる異性の話を口にされることもと。よくおっしゃっていたのは、私がいいなと思う人がいても、いざ付き合いそうになると、いつの間にかいなくなってしまうの。本当にそうなんですよね。これ、噂になった男性、調べてみた感じ、5、6人いらっしゃいますが、全員破綻してるというか、どっか行ってしまってるわけですよね。まずは1個目。佳子さまをよく知る学習院関係者がこう話すと。学習院女子高等科の時にですね、高校生時代には他校の男子生徒とお付き合いされたことがあると聞いておりますと。佳子さまの女友達の紹介で知り合った男の子でデートはお二人というわけにはいかないため、お互い友人数人を連れてカラオケ店などでデートしていたと。隣の部屋に警護の方が待機していたみたいで、皇族は恋をするのも大変なんだなぁという印象でしたと。女性セブンですね。次は、ICU 時代サッカー部の先輩。なんとか佳子さまの連絡先をゲットしようと奮闘する男子学生もいるんですが、なかなかお近づきになれず、苦笑い。それでも佳子さまと LINE で直接連絡を取り合っている彼がいるんですと。それはサッカー部に所属する先輩で、個人的なやり取りをしているだけではなくて、佳子さまのことを親しみを込めて佳子と呼び捨てにしていると。女子にとって下の名前を呼び捨てにされるのって、なんとなく特別ですからね、と。その彼の存在はすぐキャンパスに広まっていましたと。このサッカー部の先輩、なんかどっか行っちゃったと。で、富士急グループの御曹司、次、永田町関係者の佳子さまについて、富士急の御曹司である H 君と交際されていると聞いていると。H 君の経歴は、慶応のメガバンクですかね、大久保利通を先祖に持つ人物であると。非常にいい絵柄かなと思いますけども、これもどっか行っちゃいましたよね。佳子さまとご子息が構成されている、笑いながらしてない。全くありません。本人が一番驚いてましたと。一番会ったことないんじゃないですかねとか、事実無根であると否定されていると。どっか行っちゃいましたね。あとは、東京の大出身の御曹司。佳子さまと同時期にリーズ大学に留学していた男性 A さんと真剣交際されているそうなんですと。A さんは隣の理系大学出身で、財閥家系のイケメンだと。東京問題なんですね。留学中もよく行動を共にする中で、周囲もお似合いのカップルとして見ていたようです。おそらく事前に行われた留学説明会などで知り合われたんでしょうね。まこと一緒ですね。実は、まこと小室の結婚問題に、結論が出た後、そう間を空けずに佳子さまを婚約される見通しらしく、それもあって、進学や就職をされない方針なんだとか、と。これ2020年の4月の話なんですけども、恋大きい女性ですね。5、6人いるわけですから、結構な数ですね。でも、全員どこ行ったんだろうっていう話になって、結局発覚したんじゃないかと。で、エリート歯科医と熱愛報道が出ましたけども、2022年の8月に各紙が報じている。都内にある男性一家が運営する歯科医院兼自宅を忍びで訪れた佳子さまは2時間半ほど過ごされたんですが、かなりのイケメンらしいんですけども、この辺も結局どっか行ったんですよね。佳子さまが結婚したいのは抜けたいからですよね。紀子さまはお子様方に厳しい物言いで干渉されていた印象がありますと。年頃になられたお子様方にすれば口うるさく感じられた面もあったんではないでしょうかと。実際紀子さまと佳子さまとのやりとりが口論に発展することも珍しくなかったと。電流慎重ですね。それこそ佳子さまがお母さんが結婚するときに納得した上で皇室に入ったんでしょう。私とお姉ちゃん違うと。生まれた時からここしか知らないよ。と強い口調でおっしゃったこともあったほどと。佳子さまご自身が籠の鳥、もう同然ではないかとおっしゃりたかったと。ラプンツェルかなんかと思ってるんですかね。ケコ様はそれを覚悟された上で、相思相愛と、なられたエーミア様と結ばれましたと。しかし、宮家に生を受けたご自分たちはそもそも人生を選ぶことさえできないと。佳子様のお言葉を耳にした紀子様は、それ以上反論なさることはなく黙ってしまわれました。だらないけないと思いますけどね。そこは説得してほしかったなと。紀子様は説得できないと買ったんでしょうね。能力なかったのかなと。うまくいってないです、佳子さまは。これは私の感想ですけど、それは近づかないですよね。眞子さん問題であれだけ話題になって、小室はもうボロドッキリみたいになってるんですよね。あれだけ叩かれまして。もう至るところが明らかになってしまった。普通に佳子さまの交際相手に対しても週刊誌がターゲットに定めるのは、まあそれは無理はないでしょう。そうあるべきですよ。ちゃんとした人間と交際してもらわないと、本当に小室圭2号と付き合っていたら、もう国民は体力残ってないですからね。週刊誌もしっかり調査すると思うんですけども、普通に考えて怖いですよね。そんな根掘り葉掘りこれされたら、まともな人間は近づかないね。もうそれでも過去さまとくっつきたいと思わせるよう人間的魅力ってお世辞もないのかなと。公務とか見てるとやっぱ明らかで、出すコメントがすごい浅いんですよね。あんまり響いてこない、語彙力がないと言いますか、なんか浅いなっていう個人的な感想ですけども。あとは、容姿ぐらいしかないんですけども、その容姿も作って、黒コンでメイク、で、アイプチ、整形はできないと思いますから、まあいろいろされてると思うんですね。それでさ、全然化けれますからね。以前の衝撃的な写真がありましたけど、すっぴんの写真とか、ダンスのスクールに行く時の写真、ちょっとぽっちゃりされてましたよね。私的にはダンスやってたら、痩せると思うんですよ。ダンスすごいきついんですよ。佳子さまが何ダンスをやるっていうか知りませんけども、運動量がすごいんですよ。ちゃんと練習してれば絶対痩せますからね。でも結構ぽっちゃりされてたんで、本当にちゃんとやってんのかなって。あんまり見たことない体験ですけど、ちょっと言葉悪いですけど、忖度してもしゃあないんで。で、近づく人は少ないのかなと。それでも近づくっていうことは、何らかの下心がある小室みたいに皇族特権を使いたいとか、そういう連中が近づいてくる可能性は全然あるかな。残念ながら、小室圭2号が誕生する可能性も結構あると僕は思ってますけど、ね、これ予想ですけど。それでです、このプレジデントの記事で新たに出た偽装結婚ですね。これもぶっ飛んでますけども、なかなか偽装結婚はさすがにね、本当に結婚できなかったら、確かに、なくはないかもしれないですね。佳子さまも本当に抜けたそうですから、で、誰でもいいから結婚しようみたいなね。で、強く抱きしめてほしいときに、そうしてくれなかった父親、兄弟の意思を無視して自分勝手な行動をした父親、そんな父親を、これは、英国の暴露本の内容が書かれてありますけど、そこと混ぜるのかな。冷たい人間だ、離れたい、王室を出てしまえと思ったヘンリー王子を突き動かしたのは結婚相手のメーガン妃であった。メーガンも結構家庭は悪いですから、メーガンの場合はお父さんですけども、割とやばいです。その辺は英国のデイリーメールとか言われてますけども、小室の会みたいに、この3人の G マルとか起こってないですけども、娘の暴露して風邪入れたりとか、娘の情報週刊誌を打ったりしてる父親ですから。妹か姉か忘れましたけども、その辺とかも戦ってますし、なかなかやばい家庭であるのは間違いない、メーガンも。で、同じとは言わないが、マコとカコさんが父親であるエーミアから距離を置いて、日常的に会話を交わす機会も少ないと言われるのは、姉妹と父親との間に何か決定的な言葉のやり取りが姉の結婚問題をめぐる騒動の中であったのかもしれないと。佳子さんは皇室を離れたいという強い意志を持っていると、たびたびメディアで報じられてきた。彼女が皇室から抜け出す方法は結婚しかないと言われているが、彼女に残された時間はそう多くはない。佳子さまも非常に公務に頻繁に顔を出すようになっている。何らかの決意の表れ、そろそろ決断するのかなと。彼女が皇室から抜け出す方法は結婚しかないと言われてますが、私は元週刊誌屋ですから、こんな妄想をしてしまうと。佳子は年内にも偽装結婚するんではないかと。なかなかすごい妄想ですね。本当に相手いなかったら、それは全然ね、あるかもですね。相手は ICU で知り合った友人の中の一人と、男性側も合意で結婚後に別れて、姉のいるニューヨークへ旅立って、絶望していた自由を手に入れると。結婚できなかったらそうなるんでしょうね。不謹慎の阻止は免れないがと。佳子さまにその覚悟があるのかもしれないと私は思っているんだが、しかしそれバレたらやばいですから、結構。それどうなるんでしょうね。で、今年、エーミア家に何か大きな変化が起きるんではないかと。それはやっぱり佳子さまの結婚ですね。また人波乱に起こるような嵐が吹き上げるような気がしますけど、女性自身と女性セブン読みながらそんなもの騒ぎがしてきたと、プレジデント方言われてますけども、エーミア家ならやりかねないなとは思いますけども、で、ちょっとコメント読んで終わりますね。確かにね、合格証とか嘘ついて手に入れるぐらいですから、最初は事務所しようと、ですけど3階部分が質になってしまって職員さんより娘が優先する。単純計算で3億3000万ぐらいですよ。3階だけでも9億8000万ですから。自分のお金を使わなくても大豪邸に暮らせるからですよ、と。一人別邸で暮らすためにどれだけ余分な経費がかかるのか認識しているのかを知りたい。分かっていて一人暮らしを選んでいるのはこんなコースいらない。皇室の皆様、庶民がインフレでどれだけ生活苦になったのか知ってますか？これ35,000件いいねついてますね。すごい量ですよ、これ。これが本当に国民の怒りでしょうね。投影されてますね。このヤフコメに。どこに住むかは本人の自由だけど、それ全部国民の税金ですよね、と。まあ、エーミアって本当にやり方汚いんですよね。同居が嫌ならそれでもいいけど、豪邸2軒分の維持費がかかるんだから無駄な金を使うようなことはやめてほしい。日本政府は昔から縁のあるトルコに36億円の寄付をした。この額が多いか少ないかわからないが、こちらご一家のお引越し費用と比べると私は少なく感じましたね、と。トルコの寄付より、エーミアの豪邸の方が多いと。ちょっとおかしいですよ。トルコ自身の寄付なんですよ。すごいですね。独立するのは結構なことですが、10億円豪邸を占拠するのはいかがなものかと。ちゃんと賃料払え。人件費、食費、光熱費、警備、一緒にいれば節約できるものを一人積むだけで余計な税金どれだけかかるか分かってんのか。分かってないですよね、と。自立のためなんて理由がまかり通るわけない。なぜ宮内庁はこのわがまみやけの行動を許可するのか。マーコの荷物が5万とあるから帰国に備えて、まさか小室夫妻しれっと住むことにならないよね、と。まあ、やりかねないですからね。最初33億って言ってたのに、いつの間にか合格書が現れて、非常に工事が伸びて、最終発表45、6億になってるんですよ。で、お抱えのメディアか知りませんけども、26億と報道させてね、部分的な費用だけを出して、アピールをしてる記事を、大手メディアが出してる。汚いですよね、やり方、本当に。舐めてるとしか言いようがないよね。まあ、税金は何やと思ってるんやと。で、過去様家賃払えるのと、エーミア家の私有物ではないと思いますけど、新築移転する前に家族間での話し合いはあったのでしょうか。あれのため、宮家とは縁を切って出たんではないでしょうか。マコが帰って、まあ、来れないですからね。そもそも、皇籍離脱した人は、未婚子女が帰ってこれないですからね。合格証とか、エーミア家は国有財産なはずですから、無理ですよ。これおかしいですよ。で、羽の部屋って一般人なんだから残しておくのはおかしいと。荷物が置いてあるからトランクルームに預ければいい。将来増殖は別にして、今は皇族なんだから相応の行動すべき。この荷物の費用も、合格証を占拠してる坪単価いくらですか？公共ホテル並みの坪単価。マコの荷物なんて相当な量ですよ。マコさん、だからこういう服装なんですね。全然マコさん服を持たれてないわけ。まあ結構一緒っすもんね。服が。例えばこれですね。よくこれ着てますよ、マコさん。聞いたことないブランドを。なんかこればっかりですよね。これか、なんかもう一着二着ぐらいありますよね。確かに、これを見てると、すごいダボダボしてますけど、現地でもおそらく買われてないでしょうし、多分持っていってないんでしょうね、ほとんど。やっぱり置いているんでしょうね。私物とかに。普通に考えたら料金取れますから、それできるなんですからね。というわけで、まあ、非常にやりたい放題だなと。それにもかかわらず、説明責任を果たさないエーミア家、本当に必要なのかと、ちょっと思ってしまいますね。はい。小室夫妻弁護士からなんかコメントが出たようで、NHK がものすごく嬉しそうに報道しています。NHK はどこの国のメディアなんでしょうか？本当に日本のメディアなんでしょうか？非常に不思議です。NHK めちゃくちゃ早いですよね。いつも不思議に思うんですけど、繋がってるんですか？小室圭さん、米ニューヨーク州で弁護士として活動開始と。エーミアご夫妻の長女のマコと結婚した小室がアメリカ・ニューヨーク州で弁護士としての活動を始めたことが関係者などへの取材で分かったと。小室が不正を重ねても、学歴詐称、経歴詐称を重ねても、ニューヨークで弁護士になれてしまうんだなと。そういうお話ですね。エーミアの力であったり、お金を積んだりすれば、弁護士になれるんだな、弁護士の称号って変えるんだなと思いましたね。真面目にニューヨーク州の弁護士試験とか、カリフォルニア州の弁護士試験とか、LLM 行かれて、日本でも立派な大学、ロースクール出られてやってきた。まあそして、真面目に勉強してきた人が、バカみたいですよね。こんなことを許してしまったら。同列っていうことですからね。小室がなったっていうことは。ありえないでしょ。なんでこの男が同列なんですかと。こんななる資格ないでしょ。こんな不正でしょ。どう考えても。で、小室が日本で勤務していた、弁護士事務所の所長の奥野弁護士によりますと、奥野さんはエーミアと友達です。3月1日の朝、小室からの電話で、弁護士として活動を始めたことを報告されたということです。その際、小室がコメントを出しました。昨日、正式に弁護士として出発することになりました。じゃあ、言葉足りてないですよ。不正によって、正式にじゃないですよ。不正によって弁護士として出発することになったでしょ。まず、先生に感謝の気持ちをお伝えしたいと思いました。まあそうでしょうね。奥野さんはものすごく動いていらっしゃいましたからね。奥野さんはフォードム大学の留学費用を支援したりしてるわけですよ。1500万近く出てますよ。それならば、フォーダムの奨学金ってなんで得れたんでしょうかって、どこからも支援されていない人が優先されるにもかかわらずですね、小室はゲットしてるわけですね。奥野さんとこの、今いらっしゃいませんが、スイス人の外国人弁護士は、小室さんのフォーダム留学に尽力してたんじゃないか。同年代に東京大学卒の弁護士がニューヨーク州に渡米しておりますと。奥野さんのところでは海外担当だと思うんですけどね。それはサポート役なんじゃないかと。小室の、そんな感じもしますね。まず、先生に感謝の気持ちをお伝えしたいと。だから、それを込めての感謝でしょこれは。眞子さんも喜んでくれていますと。ニューヨークは物価が高くて大変ですけど、二人で幸せに、しっかりやっていきたいと思いますと。すごいニヤニヤしてましたよ。小室くんね、先生式で。非常に腹が立ったなと。そのように思います。我々頑張って税金を納めてるわけですよ。その税金がこいつに使われてるわけですよ。例えば弁護士になって2、3000万円になったとしても、警備費用なんてものは賄えないと思います。こういう風に暴走していくんですね、小室くんは。去年10月に司法試験に合格して以降、必要な手続きを行って、ニューヨーク州で弁護士の登録をしたということで、小室が勤務する法律事務所のホームページは、小室のプロフィールの肩書きが弁護士に変更されているという腹立たしいニュースです。文春オンラインですね。小室圭さんがついに弁護士として働き始めた。事務所ホームページに証拠写真がと。眞子と小室が勤務しているニューヨーク市の弁護士事務所のローエンスタインサンドラーでアソシエイトとして働いていることが分かりましたと。アソシエイトでしょ？小室さんはニューヨーク州の司法試験に2021年7月と2022年2月に受験したものの不合格。2022年7月3度目の挑戦で見事に合格を果たしていた。不正合格でしょ？正式に弁護士となるためには、合格後にニューヨーク州弁護士の宣誓式に出席し、新人研修を経る必要がある。宣誓式は1月11日に行われている。これ誤報ですね。2月27日です。宣誓式が行われたのは。で、その後の研修も無事にパスしたということでしょう。で、違いますね、これ。正しく言うならば、2月27日の12時に行われて、すぐですね、研修も何もないでしたよ。すぐ発表したわけですよ。嬉しくて。これが英明の力ですよね。上皇后の力です。身に染みて分かりましたよ。こんな不正士もなれるんやと。異常ですよ、こんなことは。で、事務所ホームページに異変がと、ローエンスタインサンドラーのホームページを確認すると、これまで、ロークラークとされていた小室の肩書きが、アソシエイトに変更され、フセシエイトでしょ？フセシエイトとは、いわゆる法律事務所のパートナー弁護士の下で、元で働くですね、弁護士だと。小室さんがフセシエイトになってしまった。で、眞子さんとの結婚から1年4ヶ月、ニューヨークで小室さんが新たな一歩を踏み出したと。まあ、ここから暴いていってほしいですけどね。全然遅くなくて、弁護士になったとしても、仮に不正が認められたら、剥奪されるわけですよ。そしたら7年間弁護士になれませんからね。そこを狙うしかない。で、これコメント読んで終わりましょうか。皆さん怒られている。もう日本が関わる必要はありませんよね。これまで本来は必要なかったけど、合格はめでたいですけど、卒業者名簿に記載がなかったのになぜ受け入れたんでしょうかと。まあ、ただこれは大学の PDF にはありますね。変なサイトにはないんですけど、とはいえ、生き方もおかしいですから、まあ、やっぱり異常であるとしか言いようがないですね。これで収入は確保できたんだから、日本からの援助は必要とせず、自分たちの収入だけでやりくりしてくださいね、と。登録が完了したそうですと。お金で何でもできるんですね、と。それも日本国民の血税でね、と。物価の高騰によって、小室は物価の高騰とか出してるわけですよ。ニューヨークは物価の高騰で大変ですけど、二人合わせて頑張っていきますと。こっちも大変やねんと。舐めてるんかと。国民の生活がもっともっと苦しくなる中、この人たちに湯水のように税金投入されると。皇室は国民に寄り添っているのか、陛下に聞きたいですと。そういう方がいらっしゃる。エーミアはちょっとやばいですね。やりたい放題ですよ。エイ様は東大に入れようとしている。そんな実力もないのに。小室は小室で、ね、不正入学、ね、不正編入させて、弁護士にさした。次は英国の戴冠式ですよ。園遊会をおそらくぶつけてきて、わざと。で、チャールズ国王も900年の慣例を破って、君主を呼ぶとデイリーメールタトラで書かれてありましたよ。エーミアが出席する理由は、園遊会が被ってるからぐらいしかないですよ。被らせなかったらいいんじゃないんですか？今すぐに園遊会の日程を変えていただきたいですね。もう招待状を出しちゃったら、これ1000人ですから、これずるいところで、招待状出す前なら、スケジュール全然変えれると思いますから、急に決まったことでしょ、園遊会も。西村宮内庁長官がすごい嬉しそうでしたけどね。西村宮内庁長官、あなたの裏に、ね、誰がいるんですか？で、アメリカの放送会も金次第ということが分かったね。弁護士の質を担保しないということか、プライドがないなと。まあやっぱり、ちょっとアメリカっていう国はね、汚い。そういう風に思います。トランプ以外は本当に汚い。ブッシュも、マケインも、ネオコン、まあそして、ヒラリーも、オバマも、ものすごく汚い。これは個人的感想ですが。で、アメリカは実力社会、成果主義だから依頼者が多く訪ればいいですけどね、と。結局、米国法曹界に正義はなかったか。まあ、ニューヨークですもんね。どれだけ大きな力が働いたのか。あれだけデタラメなことをしていて、かつ C&F に対してそのデタラメ行為を告発していた方々がいたにもかかわらず、あとは米国マスコミへこの忖度不正を公表するしか手がないと思うと。米国の正義を信じたいと。米国に正義はあるのかな、思ってしまいます。なんか本当に米国ってね、バイデン見たらわかりますけど、めっちゃ汚いですからね。で、アメリカもどこの国も結局人が決めることだからどうにでもなるということなのか。ごく一部の人たちで多くのことが決定する構造はなくならないんでしょうね、と。まともな人は上まで上り詰める野心はない人が多いが、蹴落としても上に行く人のタフなエネルギーは半端ない。残念な世の中の仕組みであって、まさに究極がウクライナ侵攻だと思います、と。この弁護士登録には大いに疑問が残りますが、これで税金に頼らず自立できますね。小室夫妻は援助を断ってください。今までどれだけ国のお金がつぎ込まれなかんと思うのはゾッとしますが、ロースクールに入るための必須の試験も受けてない。エルサットですね、これ。卒業に必要な単位が1年分も足りてない。なんで入学卒業できて試験受けられたんだろうなと。まあ、週刊誌はぜひこの3年間を2年間で卒業している点をもっと解読していただきたいなと思います。そこすごいエキサイティングですから。なんで入学卒業できて試験受けられたんだろうな。試験を通してしまったこと、法を司る機関として本当にまずいと思うけど、と。そもそも入学審査どうなってんねんとは思いますけどね。正当な方法で突破したなら、必要条件満たしてなくても受験までこじつけるノウハウをぜひ一般人に教えてほしいと。ま、パートナー弁護士のもとで、パシリとして頑張ってくださいね、と。まあ実力はないでしょうからね。この事務所は弁護士としての技量を求めているのではなくて、別の目的で必要としている。それはつまり、エーミアの子ね。だからやっぱり、UFJ であったりとか、まあその辺だと思います。アメリカの法曹界の信用まで破壊したとは、これで日本国民の税金による生活保護からは卒業ですね、と。弁護士が依頼人からピーされないようにしないとね、と。お金の流れが保証されている道具じゃないことを願いますと。で、これ。よく正式な弁護士になれたと思うのが正直な感想だけど、どの程度の身辺調査があったのかわからないけど、日本の皇室のパワーが随分と加味されてる感じは受けるし、海外の大学留学も含めて大学に関しては卒業もしてない疑惑があるわけだし、弁護士になるまでの経緯が不透明すぎて、結局は秋篠宮の次期天皇の長女のお婿さんという肩書きが弁護士になることでプラスとして働いて、結果的に就職先の法律事務所で優遇されたと思うのが正直な意見として残ると思うと。州によったら、ロースクールから入学の志願書をC&F に送るみたいなことがあるんですよ。もし送られてたとするならば、その志願書にはマコのフィアンセって書いてありますからね。よく入れたなと。口が悪くなりますよ、これは。ちょっと抑えますが、ニューヨーク総領事館のスタッフによる小室夫妻の支援サポート体制は1日も早く終了してほしいと。そもそもニューヨーク弁護士試験に2回も落ちた。フォーダム大学での奨学金受給にも逆がついて回ってるし、JD の奨学金も LLM の奨学金もおかしいですよ。個人的には納采の儀を挙げられなかったマコが小室と結婚を強行した時点で、エーミア家による皇統継承はアウト。国民を分断するだけではなくて、アメリカにも妙な貸し借りを作ってしまうのは、日本にとって大きな外交上の損失になると。宮内庁もニューヨーク総領事館も岸田も、エーミア家に対する国民批判の声に耳を傾けてくださいと。天皇はお立場として発言も対応もできませんと。男系男子で固執する岸田内閣と現国会議員らは、エーミアの暴走を制止せずとも選挙で勝ててきたことに舐めきっているわけで、エーミア家に対する岸田と国会議員の皆様の動向に注目し続けますと。心して次の選挙に備えますと。悲しい意見もあります。こういうのを見聞きするたびに皇室への意見の念はなくなって、もはや不要とまで思ってしまうと。特権乱用してね、宮家の力使ったらこんなことができてしまうと、真面目に頑張ってるのがバカみたいですよね。で、我々が納めた税金は豪邸に使われるわけですよ。むちゃくちゃですよね。ご公ごみの世界。我々は半分以上取られてますよ。もう生涯にしたら 80% ぐらい取られてるんじゃないですか。相続税もありますし。にもかかわらず、エーミアは税金納めてないですからね。皇族費に税金かかりませんから。何億円もらってるわけですよ。我々の税金から。で、ナマズの研究とか自分の好きなことやってるわけ。ありえないっすよね。この特権階級にあぐらをかいてる状態。じゃあやることやってくださいよと。やってないですよね。自由を謳歌しようとしている。税金を使って息子を東大に入れようとしてる。特権によってやろうとしてるわけですよ。英国の戴冠式にも妨害によっておそらく行こうとしている。娘の婿も不正によって弁護士にならしたわけですよ。もう許しがたいなと。もう国民舐められてますよね、これね。本当に許しがたいなって強く思いましたよ。では以上です。それでは皆様ご一緒に、チカスバイバイ。